あんま咳出てなかったのに急に出ちゃった。どうも寝起きです。どれぐらい寝てたの秘密。声だって何ガサガサではないでしょ、元からだから。いつもと分け目逆。そんなことないよ、いつも通り右側。ただちょっと今の寝て前が長くずれてたからアイロン持ってきた。あの告知してからの時間はあの部屋もともと片す予定だったから片して、でどうせ配信は自分の顔見えるから気になるだろうなと思ってそこで直すことにした。気になるとか言ってリップするんじゃないんですけど、やっていくよ。巻いてないからいつもと違う。あ、そう、巻いてないです今日。まあ、今までも基本巻いてなかったんですけど、最近よく巻いてたからね。配信は何だと思ってるんだ。だって身だしなみを整えつつみんなで楽しむ。え、違うのね、本当はもうちょい早くやるはずだったの。私の中の計画では部屋を片して、配信をもうちょい早い時間にする予定だったの、帰ってきた時に。ただそれが遅れた。って話。昨日の公演の MC 騙されました。だって、いや、なんか俺絶対みんなさクスクス言いながらやってるよみたいな反応すると思ったらさ、うおーとか言い出すからさ、え、待ってってなった。ちょっと待ってよと思って、なんか言ってるよぐらいの気持ちであの MC は進んでいくんだって私の中で思ってたから、あれみたいな。純粋な心を持ってる人がいっぱいいるぞと思って。面白かった。すいませんね、あの午前中にさ公演があったらよかったんだけど、ちょっとないからさ、そこら辺は突っ込まないでください。カラコンですか。だってカラコンです。昨日事件が起きたんだよ。なんかね、マスカラしてたの。マスカラしてたら、うん、あのコンタクトについちゃって、あのまずさ、あの何から片すか考えて、あのコンタクトからやろうと思ったので、あのコンタクト洗うやつで早めに取ろうとすれば、まあ多少はついちゃってもまああのペチャーではないからいいかなって思ったら、あの新品だったの。新品だったから自分で買っといてね、新品なのをすっかり忘れてて、あのピリピリってやるところ剥がしたらどっか行っちゃって、コンタクト行っちゃって、あ、やばい、やらかした。でも予備あったよなと思って、予備を見たら片方一個だけで、でしかも違うやつなの。違うやつで、やばいどうしようってゆきたんに話したら、とりあえずつけてみたらって言われて、とりあえずつけたらなんかめっちゃ左はなんか光入ってて、右は奥目って感じだった。変わんないんだけど、そう。でもなんだろう、意外と言われなきゃって感じだったから、そのままなんか私もそんな気になんなかったから、あの何なんとかなりましたっていう話もあります。
なちゃんの絵違うの久々に聞いた気がする。だってあ、絵違うのね。そうかもしれない。鼻がさ、すいません汚くて、噛むほどじゃないけどみたいな、いないんだよ、あの噛んだ時に出てくるものは。でも詰まってね、なんででしょうね。ちゃんとブーイングしといてたって。いや、あれは騙されるのもなかなかにすごかったよ。あ、そっか、ゆきたんファンはみんなそのそうなのか。そうかもしれない。微妙に信じないでしょ。そんな偶然あったらもうたまったもんじゃないよ。しかもなんで今さらその話すんねんって感じじゃん。おもろい。純粋なオタクの心を持って遊んで。だってすいません、でもそれエプリルフールだったからなんかしたいなと思って。例のあれ読めないで。何、コウさん。コウさんも覚えたよ。多分また来年には忘れてる。親戚、まあそうね、あの坂道の方でいらっしゃったしね。まあ私はあのいないと思います。多分私だけないじゃないかな。なんだろう、なんか違う場面、アイドルじゃなくてもすごい人はいたとしても、多分アイドルは私だけないじゃない。あの今までの親戚をたどってもそんなことはないのかな。どうする、だって自分よりさ下の子がアイドルになりたいって言い出したら。なってみよう。昨日の公演のツイン、ありえんか、か、あ？ありえん可愛かったって。やった。そう、みずみんが可愛かったのと、ゆきたんがハーフツインするっていうから、ちょっと私はハーフ、こうするか、なんかめっちゃピョンってさせるか、させないかまでなんか考えるのは、ちょっと昨日の私には無理だったと思って。じゃあ私ツインにしよう、って。やった。将来のんちゃんの子供がアイドルになりたいって、できるのかね。わかんない。私がどういう気持ちで卒業するかじゃない。あとあのその子供のやる気次第じゃん。あの私みたいにあのダンスも何も習ってない状態で急にあの授業参観でエンターテイナーになりたいって言い出して、この子は何を見せるんだろうなって思いながらもサポートする側の人間かもしれないし、ダメですっていう側かもしれないし、もうそれは分からない。
そう、帽子かぶった池の時にベレー帽、珍しいでしょ。なんたん久々、おお久々どうもベレー帽のんちゃん美女最強だったね。あれ可愛いでしょ。ただ上が前回のあのお代理3回と一緒になっちゃったんだけど、まあ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 、そうの下は違うんで昨日のマキマキツインテール可愛かった。だってやったー、嬉しい。そんなに評判良かったらね、またやっちゃうかもしれない そう、ただねベレー帽でできる範囲だからさ、髪型がちょっと高いのはできないんですけど、またじゃあやるね、いつか最近髪型何やろうってなって、なんかもうそろそろ巻きすぎかなとも思うけど、ただあの思う存分巻きなって言われたから、みんなに のちゃんブルベ？ブルベだと思って生きてるけど、たまに黄色いかなって思う時もある わかんないです、骨格はもっとわからない。もしプレゼントしたら使う？うん、使う。あのね、キャップ、あの形がちゃんとしてるやつじゃないやつがいいかもしれない似合わないんです。バケハは夏かぶってましたよ。久々に早く会いに行かなきゃってなった。だって案内所お話し会でもやろうかな。可愛いのんちゃんからのレスは照れる。だってそう、しかも私昨日初めて、もう何あの髪をこういう下ろした状態じゃなくて全部結んだからさ、まあ、ぴょんぴょん跳ねるのが面白くて暴れたリップ光ってるね、ツヤ系って言うんだよフフ間違えた、ブルベ冬ではないと、そんな希少なタイプの人間じゃないから冬じゃないんじゃないかな。何色だって何なんだろうね。 T シャツ、うん、使う夏だったら。あのね、私 T シャツいろんな使い方があって、部屋着、レッスン着、まあ、レッスン着と私服の違い私はそんな区別してないんですけど、とかそう、あのいろんな使い方ができるんですよ。私の中でレッスン着と私服はフリフリじゃない限り一緒なんだよね。あのそのものの価値としては大事さ、なんかボロボロになったからレッスン着行きっていうのももちろんなくはないんだけど、結局それも私服として着なくはないし、そうだから全然着ますいろんなところで。のんちゃん新しくブラシ買わないでね、プレゼントするからだってありがとうございます。もうブラシはこれが最後買ったの、コーム、あとあのお風呂で使うやつありがとうございます、やった。でもハルコンの黄色い衣装めっちゃ似合って、そうでもね、あの後思えば確かに春が来るまでも
褒めてもらってたなってなりました。花がだから黄色も私は似合わなくない？ただオレンジとかになると、オレンジ着てるわ、あのただれの最初の方ほぼオレンジやるよ。何色が似合わないんだろう。でもなんか顔的にさ、もう蛍光とか黄色めっちゃ紫とかは似合わないと思う。多分全部服に持ってかれる。ナイキとアディダスどっちが好きだって。私あんまり履き心地の違いをなんか試したことがないからわからないですよね。ただ今は、今何、なんだろう、アディダスでもないし、なんだ、なんて読むんだあれ、わかんない、どっちだろう、ナイキかな。そう、ナイキのね、そう、バレンタインのやつがあって、お父さんとね、そう、私が珍しく欲しいって思ったのがあったから探しに行ったんだけど、なかなか見当たらなくて、で通販にあったから、なんだろう、なんかいい感じに買えそうだったらってお願いしといた。なんかすごい可愛かったの。なんかバレンタインしてるわけじゃないし、ハートとかチョコみたいな、なんかそういうあれじゃなくて、なんか普通に使えそうだなっていうデザインだった。開封配信、しない。どこかでスタイルよく見る。あ、そう、ちょっと言えなかった。私自分で買ったの一着買いました。そしたらゆきね褒めてくれた。むんちゃんそういうのだよって。この花どうすればいい。個人的には7時12のピンク衣装ののんちゃんね、あのなんだろう、あのザ・ピンクじゃないのは大丈夫だった。パステル系の淡い色似合うよね。そう、なんかがっつりじゃなくて淡い系だよね多分。むしろ淡いピンクとかも思いつかない。7時12のあのめっちゃライト当たってる時の色みたいな。のんちゃんパリピが吐きそうな、歩いたらピカピカ光る。あー、あれね、私持ってましたよ、ちっちゃい時。今は持ってないけど、よく光らせてた。レッスングッズってそれはやばいな。そう、ゆきねが褒めてもらったな、ゆきねから褒めてもらったなら、私は髪を巻くのはうまいし、あのその時のレッスン着は良かったってこと言う。アレルギー、鼻が花粉症じゃないから。わかんない、まだ花粉飛んでるか、花粉症なのかな。社会不適合者 T シャツをお揃いにするってデザイン次第かな。あんちゃん最近春が来るまでの歌い方変えた、今までと違う印象を受けたんだけど。変える変えないじゃないかも、私の場合その日の調子次第。まだなんか、何、ここはじゃあこう歌おう、ここはこうし、こう変えてやろうみたいな、なんかそういう技術はまだ持ち合わせてないので、その日の調子次第で、あの何、うまくいった、いかなかったら自分の中であるけど、そうやらせてもらってます。でもね、そう、なんかあの最後じゃない、あの出場公演の時かな、
そう、ちょっと歌いづらくて あれだったんだけど、歌うまくなりましたねって言われたマネージャーさんに。まあ、私の最初のすごい、お聞き苦しいような春が来るまでから聞いていたので もう私あれ怖くて聞けない。今がさ、なんか、なんだろう、ちょっと聞こえづらいなぐらいで、みたいな。自分の中だよね。ごめんなさいね、ちょっと。お聞き苦しいと思いますが、今も。今はヒノキ花粉。何？前は何だったの？前は何だったの？本当に手紙を書いてみようと思うんですけど、恥ずかしくて書けそうもない。だって、何が恥ずかしいのよ 何が恥ずかしいね。すごいいっぱい嘘だよくれる。ありがとうございます。前は杉だって。みんなよくそんな把握してるね 逆にしてない人。はあ、なんかさ、昨日あれだったの そう、ゆきたん生誕だったじゃん。そう、だから基本ゆきたんが映るじゃん、オンデマンドは そう、だからもう私は、何、ぴょんぴょん暴れてたけど そう、なんだろう、あんま映らないからこそ私いろいろやってみようみたいなやってた、一人で。ウェーブが、なんだろう、まあ、前に比べたらできるけど苦手なのに、苦手意識はあるから、フェイントで最初ウェーブするじゃん。だからやり方変えた。歌い方は変えらんないけど、踊り方はこれ変えようとかやってました 歌はちょっと無理なんですけど、一番後ろからなんちゃんが見せたけど楽しそうだった。お母さんにも言われた、なんかニコニコだったねって 言われました。画面用意した フェイント一番最初の頃と比べたらお色気出てきて、本当？まあ14歳でお色気出されても困るでしょ ユニットは両方ユキ担当なんですよ。日本酒飲んでるの？じゃあそういうことにしとこうか 14歳にお色気感じる方がやばいだって さあ、14歳のフェイントは、あ、ダンス頑張ってるんだなぐらいで見ていただければ。感じですね だって本当にやったことない、なんか、なの
運動会で全員で踊るやつとか、あと何？なんかちょっと行事ごとでやるぐらい、イベントとかでやるぐらいだったから、本当に基礎中の基礎をやったことがなくて。で、学校のさ、ダンスだってさ、まあ、確かになんか、なんとなくさ、それとなく、こういう動きがあるよみたいなのを教えてくれるけどさ、ダンスの基礎はこれですって言って、あい、それなんてやらせないじゃん。そう、だから、そっち系のあれはなかった。劇場 MC でブーイング初めて見た。意外とそうでもないんじゃない？ピュアな方たちでした、昨日の方は。本当に私もびっくりだった。なんかわざとそういう反応してくれてるのかなって最初思ったら、意外とそうでもなさそうで、うおーとか言うから、え、待って、これ絶対信じてるじゃんと思って。 楽しかった。マサルが生誕で、マサルが大ブーイング受けてて、だって、そう、なんか、そんな感じで意外とあるよね。初めてだよね。のんちゃん話し方甘すぎなんだよ。いや、それはないって。家系図のこと家系簿とか言うし。そう、私は別に上手くないね。高2ぐらいでガラッと雰囲気変わるのでは？変わんないんじゃないかな。私のことでしょ。家計簿のあれね、おかげで嘘に神経いかなくなったのって。最初に家計図が出てきたら怪しいんだかもだけど、話す順番もめっちゃ良かった。え、でも私逆にチャイヒナたちの聞いて、みんな、うおーとか言うから、これ絶対私のでバレるなって思ったの。で、そしたら話し終わった後、うおーだ から あ、いけたみたいな。そう、だから普段から私たちの言葉を信じてくれてるんだな 思いましたね。のんちゃんは過去の TikTok に出るの？うん、その予定もない。あ、みんな今日アカウント開設？私はないです。結局研究生のは投稿してなかった。え、なんかね、覚えたりはしたんだよ。したし別にね。うん、踊りを踊るけど、なんか、インスタすら投稿できてないからなと思ってやめた。なんかインスタ投稿しようとしたら、内容量が重いせいで、投稿できないの、投稿できませんとか出てきて。で、私もできる限り頑張って、写真消すよ。消したり、もうこれはいらないって思ってアプリ消したり頑張ったんだけど、でもダメなの。でもダメで、しかも一回投稿できませんになると、またなんか一回ペッて×をして、また写真選んで、大きさ選んで、文書いて、ハッシュタグつけてをゼロからやり直しね。 おー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 みたいな。で、しかもなんか私のスマホだけかな、その投稿しようとした写真がまたアルバムに保存されちゃって、その大きさ選べるから、その大きさの状態で、だからなんかいっぱい写真同じの保存されて、サイズだけ違うみたいななっちゃって、大変。
のんちゃんの iPhone 計画はなくなりました。Android から iPhone にすることで、まずあれですねSIM っていうか何、いろいろ変わるんですよ。SIM の大きさだったり、あと何、 Android SD カードが使えるけど iPhone って使えないじゃん。確かお母さんの話だと確か使えなかった。で、そうデータが消えるやつは消えちゃうって考えたら、思い出がすごく何か干渉じゃないけど、思い出が中3で止まっている私はできれば思い出を取っておきたくて、そう Android のままになってる。あとこれもさ、新品の状態で2年前かな、1年前、クリスマスファンミは2年前1年前かじゃん。1年前のお正月くらいに変えたから、年始ぐらいか、お正月に、私が変えてない、お正月に前使ってたのが赤ロムになったからそう、あとこれもそんな経ってなくて、そうだからなんか変える理由がないんだよね、画質ぐらい。でも家族全員 Android だからさっていうのも、機種変するより2台持ち、思ったけどさ、ねそう、私にかけられるお金の限度ってものもあるじゃん。なんか自分で買ったら買ったで契約大変だしね。そう、なんか私も最初はじゃあもうこれをやめて誕生日に変えようかなって思ったんだけど、ただ変える理由がないのってだんだん思い始めた。なんだろう、壊れてるわけじゃないから、壊れたらまた考えようかなって思ってます。二台持ちはしないと思います。今少し疲れ気味だけどいい感じで来てるよ。だって何が17ポイントか。最近ためらんないんだよね、配布される場がないから。愛ちゃんがファンミでなんだろう。ファンミ全通は全部応募したようだって。ありがとうございます。さすがに全部は分かんないけど、1個は当たるでしょ。毎回誰かが1ポイントじゃなくなったから、リニューアルしてからの先輩スタディとかもあってなくなったから、最近1ポイント取ったのだって昇格祝いのやつだし、そう最近いいなポイントもらえないんですよね そうだから大西さんの時みたいに誰か高画質化してください、写真を。高画質化、なんか流量なんだよね、アプリだと。安めロディさん、
チリチリチリー、ありがとうございます。みずみんのチリチリチリー、ほカラコンウィンクの CD 販売発売イベント大阪に来ました。お、ありがとうございます。1324部どうなった？最低チチ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 でした。ちょっと難しいわ。映画見たい。もう早くコナンが始まるか。あの何、もうザ私が好きそうだなっていう映画が公開されてほしい待っている。1さん行きました。あ、じゃあ私の時だ。ありがとうございます。遠足なんちゃん申し込んだけど A ダメだったか。誰いらっしゃるんだろう。あと どうやったらいいんだろう。私もあんまわかんないんだよね。父を一生覚えないなんちゃ、だって私のあれじゃないもん子供が好きそうな映画、うん、私が好きそうな映画、あの最近の JK でもなく、あの私が好きそうな映画美味しいちゃんぽんの作り方はいいかないいです。好きなアニメ聞いたり話すネタがないと言った人です。あー、ネタがないですってなんかね、もうめっちゃ頑張って考えてくれたんだなって人と、な何話しましょうみたいな、そう2タイプが今、2タイプどころじゃないけどいらっしゃいまして、そうあのもう話こっちから振るためにストックを考えて、もうね話します今度からもう完全受け身のつもりで言っちゃったからね。でもそう話せて楽しかったです。なんだろう、結局なんかあんまわからないんですけど、でもなんか話しかけたらなんか照れてんだかなんだかわかんないけどみたいな感じで返してくれるから、そうふふ学びアニメ疎くても遊戯王を通じるからアニメ話しもらえてなっちゃ面白い。そうでも私が逆に遊戯王は全部見れてないから、でも逆に戦いの儀は知っているっていう、全部は見れてないけど感動だよねあれ行かないでって感じ。マジね、でももし仮に私にももう一人の自分がいたとしてさ、めっちゃあのゲームできてみたいな絶対勝てなくねって感じなんだよ。絶対戦いの儀で負けるわ私ごめんな、何も知らないから何話していいのか悩むよなって。そう、まあそれはお互い様だからさ、初めましてだし、そうしょうがない。逆にね、一番困るのがね、あの何もわからないんですけどで、あの終わっちゃって質問投げかけてもそんな感じですで終わっちゃうどんな感じやと思ってそう、でも面白いなって思う。あの推しを目の前にした時はそういう人あのめっちゃ喋るからちょっとだけ見てた、時間があるときは。あ、ほらやっぱめっちゃ喋ってると思って。喋れる人とね、いっぱい喋った方がいいからよかったよかったって思う反面、面白いな慣れてんのかな、多分一番安心する場だったんだろうね
なっちゃんにもう3ヶ月会えてない？今年入ってから会えてないじゃん。あれ、1月あったのかな。この前は「すみなさい」でないけど教えてくれてる人だった。あ、大丈夫だった？そう、なんだろう、ちゃんと全部言えたかなみたいな、時間が時間だったから よかったって伝わって。考えていくのが、なんだろう、話が弾むなって思うなら普段話してて、別になんかノープランでもいけるし、みたいな。なんだろう、感じの人は別に考えなくてもいいと思うし、逆にもうすごく心配性でとか、コミュニケーションが苦手で上がり性でみたいな人は何個か考えてから行った方が自分が安心かなって思います。まあ、最後私たちが振るので大丈夫です。初見やと人見知り感出てしまうね。いや、でも意外と出ない人は出なくて、わあ、のんちゃんはじめまして、大阪来てくれて嬉しい、みたいな。あ、多分この人はずっとコミュニケーション力が高いんだな、みたいな。そう、パターンの人もいるの、意外と。そう、だからすごいなって、多分私の場合は、ああ、みたいな、なっちゃうから、すごいよね。のんちゃん最後にいつ会ったっけと思ったけど、昨日ってた。もうそんな私ロスなの？のんちゃんは顔見たら話したいこと出てくるだって。何それ。 顔に書いてある、なんか。よく覚えてるね、だって。なんだろう、なんか話したことは覚えてる。なんとなくだけど。そう。確かにその話した。覚えてます。だから多分顔見たらああってなれるはず。確かに、のんちゃんのところ行ってみたいだって。お待ちしてます。慣れるとバリバリ話すけどな、だって。じゃあ私にもいつかバリバリ話してくれるのをお待ちしております。そのバリバリ話した方がね、私もねバリバリ話せるから頑張りましょう。 また来る機会があれば。お久しぶりです。今日も可愛いね、だって。ありがとうございます。顔綺麗になったね、だって。ほんと？最後に見たのがいつかわからないけど。あなたが。そう。ありがとうございます。まあ、そりゃ、加入してから2歳年取ってるので、なってないと困っちゃう。望みロスです。早く会えて。今週会えるから。会えるから。今週だよね。そう、会えるから。なんせ基本ノープランやね。じゃあ、ノープランできちゃうわ。ノープランで4人ってちょっと辛くない？そんなことはない？昨日の余韻でしばらく生きていけそうです。なんだ、好きモード入りました。ところで、チュッチュボードなんで3人で持ってた？記憶力はいい？別にいいわけじゃない。ただなんか。記憶力いいってなるともう、あ、覚えてくれたんだってなっちゃうから、ちょっとあれなんだけど。部分的に覚えるのは得意です。ね、なんか覚えてるやつは覚えてるし、逆に苦手なやつは苦手。だからそう、ものによります。
ただ、今回は覚えてた。じゃあ次の握手会はちょっと ギリ読めない僕はやって、文字文字されたら困っちゃう。じゃあ最近は何食べたのって多分聞くと思う。まあ考えます、だって研究成功行ったことないから行きたいな。来てほしいな。そこみらよりただれんの方が当たるのかな。待ってますそう、めぐさんママからね、お墨付き、そう、開けるみたいたぶん27って何やったっけ。なんだあ、そういうこと、そういうことだったんだな。そう、なんかなんで3人で持ったんだろうと思ったら、あれの元ネタはもともとそうだったのね。なるほど、なるほど。そういうことだったのか。それが私に来たのね。関東引っ越してきたから、これから公園いっぱい行くね、だって。じゃあ、サイリウムの色は私なの？ちょい攻める。鼻がさ、もう。アレルギーののは認めないけど、あれなんですよね。噛んでない噛んでないんですけど、公園はね、そう、なんか意外と顔合わせするだから、なんかそう、18期ちゃんと一緒にやるようになってからはまた増えたからあれなんだけど、でもこの人誰推しだったかなみたいな、なんか覚えてる人覚えてるそう、なんかだ誰だったっけみたいなのを考えながらお見送りしてる人はいる。何人か思考、そう、思考だ、思考思考だ、思考。たさに思いついたこと話したり、よく言ってくれるメンバーのプランでも対応してくれるから。確かにそうよね。人間得意不得意があるように、私たちもね、とっさに話したことに対してちゃんと話せる人と話せないタイプもいるから、話せるタイプって強いよね27パシフィコだよ、だって。そう、パシフィコか。ありがとうございます。じゃあなんで多分がついたのなんで多分がついたんだ。握手会か。カレンダーには入れてるんだけど、今ちょっと見れる場になくてすいません。ペイペイドームの近くみたい。何が、青紫に決まってるよーって、なんか溶けてんだけど溶けてる。じゃあ半分信じとくね、半分信じないでおく公園は脳を楽しませることに全力です。え、嬉しい。そう、なんかね、頑張ろうってなるからお願いします。これからも逆の立場であってほしいんだけどね、私も韓国からお話し会、旅行ブオーって鼻かんでいいよ、だって絶対やだ
カエル化現象になっちゃう。あの巷で有名な、まあ、そんなんで蛙化されても私困っちゃうけどね。だってさ、それでさ、じゃあ結婚した後一生鼻かめないじゃんみたいな思わない？わかんない。でもそのぐらいで蛙化するならもうその他の行動であれそうだけど、鼻一生かめないよねあいつ鼻の髪型やばかったんだよってなっても困っちゃう。鼻かむのにそんなおしゃれな人いないから。それ眉生誕の時手に何か持ってたの、それ何って言ってみた。あれは何だったの？あのハッピーバースデートゥーユーで、まゆちゃんがろうそく吹き終わった後にポーンって出てきたやつの一部クラッカーの一部。あ、その前に公園行けるかもしれないじゃん。そういうことね。あのお話し会に行けるかどうかで多分をつけたのかと思ったそういうことね。あのいい意味の多分だった。何でも悪い意味で捉えちゃダメだね、すいませんすいません、来てなくて。もうでもあのね、鼻をかんでも出ないし、だからといってなんか鼻息してたらこうなっちゃうからさ、ちょっと救いようがないんだよね、許してあん時はうちがなっちゃんのこと知ってなかったからごめんよ、把握しといたらもうちょい話せたわ。だってで次があれば、あのその時よりは知識があるから私の頑張ろう、頑張って話しましょう一緒に。のんちゃんが喜んで最低でも1曲は紫降ってるから震えてる、違うってこと韓国旅行、友達の姉ちゃんの結婚式っていうのを、それ韓国でするのか。韓国のやつってなんかベール長いんでしょ、会社によるのかな。いいじゃん。何歳になってもギャハハって笑わないじゃねえって。大丈夫、ちゃんと年齢を重ねてきたらうふふになるかもしれない、おほほになるかもしれない、わかんない、それとも変わらずにギャハハニャハハかもしれないし、わかんない まずあいつって言わないで あいつそうって。今日の配信でおしゃれな花の髪型研究してみる？ないよ、そんなの。だってさ、あってもやんないしね 思う存分さ、できないじゃん。チーンって。今日何分までするの？でもね、どうしよう、45ぐらい。おほほって笑うのんちゃん嫌だな。だって嫌がられちゃった いや、だからおしゃれな髪型を探すのよ。だってだってじゃあさ、おしゃれな目薬の差し方とかさ、おしゃれな耳かきの仕方、おしゃれな爪切りの仕方とかさ、あったらやるの？やらないわよ。いつも通りでいいんだよ。じゃあタイミング良ければオンライン。本当嬉しいです。じゃあ、待ちしてます。私も話せるように頑張ります。おしゃれな目薬の差し方かもしれない わかんない。
リンクしながらさせてほしい。まずウィンクができないから私はダメだな。おしゃれなハンバーグ大好きだって。21時過ぎれるよ。そう、16歳になったので。こっちはいけん、こっちはちょっと時間がかかるから。カラコンウィンクのあの一瞬でこっちがねできないの。頑張るよ、頑張るんだけど、あの右しかできない。ウィンクお上手だって。ほら、上手って言ってくれる優しい人がいるよ。誰だ、下手っぴって言ったの。そうだからね、もうおしゃれじゃなくていいの。だってどうせさ、そういいの、もうありのままを好きになってくれる人が近くにいればいいんです。鼻が。そうからも私はいいもんね。いつも何時に寝てますか？決めてないです。不規則。遊びたい。でも別に遊ぶような場所ないんだよな。困んない場所で遊べる場所。遊びたい、遊びたいね。誰と何をって感じだけど。分かんない、何したいんだ。なんか一人で過ごすなら映画だけど、ねえって感じ。遠足に行こう。休めると遊ぼうよ。だって。やだ、ビスコ、ビスコ地獄、私も味わされちゃう。たまにめっちゃ遅い時間にビバースの既読つく時ある。そうだから私の寝る時間は決まってないんです。いつもどこで遊ぶことが多いの？どこ遊ばってなると。ねえ、遊ばないからな最近。どこだろう。福岡場所は大体決まってるけど、遊ばないんだよ。夢の国ぐらいですかね。映画なんか見たいのあるの？いや、わかんない。あの、なんかさ、何ね、今上がり方めっちゃキモかった、こうやって。ちょっと普段が出ちゃった。そう、たまにやっちゃうの。一気に起き上がった方が早いのに、キモかった今、ごめんなさい。遊んでない最近は。なんでビスコ知ってんだよ、この前話したじゃん。主食はビスコです。一人カラオケは途中で断念した。だから結局行けてないですね。今度行きたいなって思って、今日試みたけど、なんかお寿司の方が行きたくなっちゃってやらなかった。そのゼリー上がりのんちゃんがありのまま、ありのままっていうか、たまにしかやらないけどね。たまにしかやらないのが出ちゃった。一人お寿司、一人で空いてたからテーブルで食べた。そしたら、あの前と横が、あの二人の高校生男子ぐらいの、なんか、そう、なんか最初席向かった時、やばい、なんかサングラスかけてるみたいな。なんか何、ちょっと、イケイケっていうかさ、やばい、怖いと思って。こいつ一人で、
テーブルでお寿司食べんのみたいに絶対思われるじゃんみたいな感じのあれで やばい恥ずかしいなと思って。でも斜め前が確か夫婦おじいちゃんおばあちゃんで、私はそこの隣が良かったと思って まあ別に言えてさ、みんな人のことそんな興味ないかなと思って後半は普通に食べてたんですけど、ただ来た時マジビビったよね。やばいどうしよう、なんかあいつ一人なんだけどみたいにクスクスされたらどうしようみたいな。握手会の時もずり上がってきてよ、やだよ。やつろうは、ネタが小さそう。お米の方が多そうだからやだ。なんかね、スシローがモンハンとコラボしてた。で、なんかサイドメニューで、上手に焼けましたーっていうのがあるの。お肉焼くときに、モンハン。あれのお肉があって、ちょっと興味あった。頼めなかったけど。そういう小さいとき、ルールもあんまりわかんない状態だったけど、私は家族でそうやってたの。いや、だいぶ先輩してたんですけど。そう、だからね、ぬいぐるみも持ってるの、実は。見る？って思って見せたいけど、絶対事故りそうだからやめとく。アイルー？あ。猫で？猫のやつと、あと、モンスター。モンスターって言い方になってんのかな？いや、わかんない。けど、持ってます。私多分戦う系はあんま得意じゃないんだと思う。今日絶対もやってないや、都道府県。昨日あの後頑張ったんだけど、マジでタイム伸びなくて。タイムが伸びないってやれちゃった。あれもともとなんか小4の時にやってて、小4の時じゃん、大体都道府県習い出すの。それでやってました、家族で。昨日お母さんにやらせてみたらめっちゃ時間かかってた。もうそれで焦りすぎてね、あわあわしてましたね。現実じゃバトル大好きなのにって、大好きなんじゃなくてやらざるを得ない状況だからやるんだよ。 そうだからね、ここねちゃんのさ、どうやったら緊張しないで人前立てますかみたいな質問。多分私は戦いの場にいっぱい行ったからだなって思いましたね。なんかさ、普段からさ、表に立つような人ではなかったけど、緊張する場面はいっぱいあったから、多分それで今があんだなって思いましたね。なんじゃあ最近より可愛くなった、マジで思う。だって最近に関しては別に何もしてないけどね。 特に、あ、そうなんですね、最近これをこうしてみてみたいなのはないけど、嬉しい、ありがとうございます。最近ここねちゃんとのエピソード、昨日マック食べました、2人で。お腹すいたねってなって 食べた。で、前の時も夜だったから、私はポテ投げの特大を頼んだの。でもそしたらなんかナゲットは2つじゃん、特大でも確か。なんかポテトも2つ来て、あれ私特大頼んだっけってなって。
どうするみたいな。でももうさ、そのポテトは人に提供してしまったわけだからさ、返したところでさ、捨てられるだけじゃん。だし、なんか私も久しぶりに頼んだから、あれ何個だっけってなっちゃって、それでさ、正解だった時にさ、なんかめっちゃ迷惑なやつになるじゃん。だからさ、そう言えなくて、で結局食べちゃったんだけど、そう、昨日やっと答えが分かりました。私に来てたのは特大でした。大を頼んだはずが特大が来てました。そう、だから食べきれなかったの。本当に食べきれなくて、大でもちょっとあれだったの。ナゲット2個残してもお持ち帰りさせてもらったんだけど、ナゲット丸々1箱ココネちゃんにあげたんだよね。あの時はだから言えなかった。まずバトル大好きを否定しない。いや、否定したじゃん。バトルが大好きなんじゃなくて、せざるを得ない状況なの。そう、私は勉強という戦場は逃げ回ってました。敵がいればあなたのこと見えてないですってふりして逃げてたので。いい件ゲストに OGM 読めるみたいなんだけど、あれ当たり前だと思っちゃダメだよ。みんなそうやって言うけど、当たり前じゃないから、 OGM の先輩を呼べるのは。そうだから、私に可能性があるなんて思わない方がいい。千織さんだから来てくれた。いいな、私あの回参加したかった。楽しそう、めっちゃ。まゆちゃんだって大体走って帰っちゃうんだもん。ポテトは残してないよ、ナゲットで。当たり前じゃないから、本日のパワーワードじゃない、当たり前で。今日のリップはシピシピです。ナゲット2個はお持ち帰り、ポテトは頑張ってた。ナゲットは私本当は両方あんまいらないんですよね。ソース、バーベキューでも昨日は食べました。でも基本つけない、もったいないかなと思って最近はつけるけど、つけません。瞳が綺麗だね。だってこれのおかげです。ほら、これなくなったらめっちゃオフ感強くなるの。勉強用のライト使ってるから、なんかめっちゃオフって感じ、これ。気をつけまーす。わかんない、なんかこうした方がいい。いや、影すごいからつけよう。のまあ今もオフなんですけど、そうだから髪も巻いてないし、ストレート、ただケープ珍しくした。もうほぼ取れたけど、私が櫛で何回もこうやるから。そう、ライトって大事だよ、本当に大事です。今何分だ？あと4分。
岡田奈々さんと森さんって書いてあったね、憧れとおしめ。そう、あの私が奈々さんが卒業された後に、された後っていうかされる前からちょいちょいあの話はしてたんだけど、なんか推し変化みたいな言われて、そう、私別に誰が変えたなんて言ったのよみたいなみんなだって増やすでしょみたいな。そうね、最近だって増やしてる人いっぱいいるしね。そうそう、だから私別に変えたわけじゃないのにみたいなそう、しかも岡田同盟だったから、なんかなおさらなんか印象悪いみたいな感じのなんかあれになっちゃって、違うわ勝手に変えさせないでみたいな勝手にあの変えたことにしないでと思って、増えただけっていう、そう変えてないですっていうのをあのさらっと書いた増やすんじゃない、増えるんだよ。だってそうだよ、だって多分私あの日前座出てなかったら結局茂木さんと話せてないと思う。トムさんの生誕祭の日、そう、あれが2回公演じゃなかったら私は話せてないのそう、話せてないんです。そうだから、あの時ここねちゃんがタクシーで私をに話しかけてこなかったら多分仲良くなってないし、そんなにきっとね、そういろいろ偶然が重なってこうなったの。そうだから、あの変じゃないんだよっていうのは伝えたい。なんかそれで勝手に印象悪くなるのちょっと嫌だなと思って、やらせて書かせていただきました。変わってませんよっていう。私は二人とも大好きです。どっちの方が好きとか聞かれても、私の中でどっちの方がっていうのもないし、そう、お二人とも大好きですどっちが好きって一番さ聞かれたくない質問だよね、正直。好きならもう好きでええやんみたいな好きに序列はつけない。あとなんかつける側の立場じゃないしね、後輩なのもあるし、そう、なんか何様やねんみたいな私は思っちゃうからそう、だからそういいんですね。もうこの前の出張公演めっちゃのんちゃんに釣られてから気になってますありがとうございます。じゃあまた機会があれば釣られに来てください今日この配信見れたのが運命だ、のんちゃんかわいい、だってありがとうございますゆきたんなんかそう、なんか行くんだ私はみたいなずっと言ってて、そう、まあ、いざ行って、そう、しかもそう、あのなんかインスタのストーリー引用なんかそうしていただいてて、やばい、なんて返そうって LINE 来て夜にいや、じゃあとりあえずあのこことここに触れたらみたいな感じでそう返事したんだけどね、あのもう反応がね、ゆきたんめっちゃオタクだった。そう、よく言ってたんです、チュチュチュ、もうあの武道館か披露させていただいたり、なんかいろんな場面でそう、あの小島真子さんが参加してたユニットとかそういうのがあったんですけど、私は小島真子さんの衣装が着たいってずっと言ってたになってしまった。だってまあいっか、メール送ったし、私ギリギリまでやっちゃおう逆になんちゃんがアドバイスすることもあるんだね。そう、ある。私あんまいけないんだよね、別にやることないし。
なんちゃんのお洋服の趣味好きだよ。だって、どういう系？もう最近私分かんなくなってきちゃった春休み欲しいだって。でも私も言うて春休みじゃないんだよ、あの同学年のみんなほど春休みではないだってもう春休みって言ったらもう完全まるまる2週間近く休めるのが春休みだったし、夏休みなんて言ったらもう1ヶ月まるまる休めるパーティー状態なの私たちからしたら。でもそう、あのだんだんあのね、部活とか習い事とかやることが増えていくことによって、あのまるまる1ヶ月とか2週間じゃなくなっていくの。成長するごとにあの休みが減っていくんです、この何生涯減ってって、まあ、まただんだん増えていくのかもだけど、そうだんだん減っていくんです。もっとなんならそれの存在すらなくなっちゃうからねえって感じだけど、もっと大きくなったら、大学生なれるかな私そう行くのみたいな聞かれるけど、わからない。行けるなら行きたいけど、でもその考えだとさ、行けるわけないじゃん。本気で行きたい人は本気で勉強するわけだから、受かっても失礼だしね、その頑張ってその学校を受けた人もいるわけだから。そもそもなりたい、なんかなんだろう、でもちゃんとやるならやりたい。あの学生の時間って限られてるし、そう、なんかなんだろう、学ぶのは嫌いだけど、ああいう場は嫌いじゃないから、なんだろう、自分の居場所を増やせるなら増やしたいなと思う。でもどこの大学に入りたいがまだないから、まあ2年生とかなったらまた多分オープンキャンパス行ってこいみたいな、オープンキャンパスなんかそう見学行ってこいみたいな増えるから、それで見つけられたらなって思ってます。わかんない、行かないかもしれないし、わかんないけどね。タンブラー真っ黒だね。だって斉藤飛鳥様プロデュースのあの卒コンのやつ真っ暗じゃないよ一応真っ暗じゃない、真っ黒じゃないよ。友達が欲しい そう、なんか大学行ったら将来のさ、あれも広がるわけじゃん。だから考えてはいる。でも本当に大変だったの、本当に大変だと思う、両立って。ゆきたんとかますちゃん見てても思うし、あと自分がね、そう体験してるからなおさらわかるし、難しいよね。そう、応募条件が大卒が多いから、そうそう、それが怖いの私は。ただでさえね、ちょっとの、がないので。で、ゆきたんすごいね。単位1個も落とさず卒業だなんて言えなかった。卒業だなんて。すごい。
なんかそう、なんかやばいやばいみたいなのはよくそのテスト期間的なやつ聞いてたけど、まさか一個も落としてないとは思わなかった。すごい、なんか当たり前だよみたいな反応されるのかもしれないけど、本人には。もしかしたらね、そう、本当にすごいと思う。マジすごいと思って。なんかユキタンさ、昨日なかなかすごいことだいぶ言ったよね。すごっと思った。57になったらランキング読んでバイバイします。57分で3分あれば足りるよね。ゆきさんさらっとすごいこと言うからおもろい。来たの TikTok 見た？見てない？なんか投稿してたの？なんか最近飽きちゃって、もうすぐ。じゃあ私は何がしたいんだみたいになってる。何しよう、寝てくださいって感じだけど。都道府県パズルは記録伸びないからちょっと飽きてきた。記録伸びないからちょっと飽きてきた。僕たちの相手してください。私10時までなんですよ。のんちゃん、改めて昇格おめでとう。ありがとうございます。嬉しい。カラオケしよう。ちょっと今歌えないかな。のんちゃん、髪の毛の毛を飲む。なんだろう。ちゃんとコーム使う、リンスとか、塗ったとき？かな？最近は気をつけてみて。リバースで時間超えて。ダメ！言わないで！ C だよ！ダメ！C、内緒だからそれ。キツインは昨日限定ですか？わかんない。またやるかもしれないし。当たった時はラッキーぐらいの気持ちで。かわいいよって。 あ、そう、私電車でね、そう、座れてた時にお隣で座ってた人がイヤホン刺さってなかったのかなんなのかで音漏れしちゃって、で隣にまだ膝に乗せられるぐらいのちっちゃい子がいたの。お母さんがそう膝に乗せてて、で音漏れ私のこっち側でして、ちっちゃい子がこっちにいるわけ。ちっちゃい子がこうやってしだして、何人かに「シー」って やってて、でそう私もその数人の中の一人になったわけ。私の隣なんだけどなって思いながら、そう、いた、その場に。私じゃないんだけどなみたいな。なっちゃんは公園でイヤリングしないの？研究生公園だからまずイヤリングないんですよ、今のところ。のんちゃんもまだギリ膝に乗れるじゃん。長時間はきついよ。
57分になりました。というわけで、その C 話で終わりなんだ。ランキングいきます。13位、あーちゃん、あーちゃんありがとうございます。12位がエデンさん、エデンさんありがとうございます。11位がジワニさん、ジワニさんありがとうございます。10位がジュリちゃん、ジュリちゃんありがとうございます。9位が伝説の安メロディーさん、伝説の安メロディーさんありがとうございます。8位が八戸さん、八戸さんありがとうございます。7位が中地さん、中地さんありがとうございます。6位が燃えるゴミゴミな人さん、燃えるゴミゴミな人さんありがとうございます。5位がトミーさん、トミーさんありがとうございます。4位がムギエさん、ムギエさんありがとうございます。3位がジロリンさん、ジロリンさんありがとうございます。2位がクジラさん、クジラさんありがとうございます。そして1位がアオさん、アオさんありがとうございます。はい、ありがとうございました。のんちゃんのおかげで3日仕事頑張れる、だってよかった。頑張ろう、一緒に頑張ろうね。ということで終わりたいと思います。ハンバーグって言ったらコメント欄で大好きって言ってください。いきます。ハンバーグ大好き。はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。あと2分あるよあと2分ある。やっぱ3分は余裕だから、58分ぐらいに読んでもよかったかもしれない。それは調子乗りすぎ。バイバイ。おやすみツイートしなきゃだし消すか。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。